大気町は、三重県渡来郡にある町、南西地域に含まれる。隣町の木北町との境には、世界遺産熊野古道の津らと峠、二坂峠を有する。大半は、旧伊勢国域だが、近畜は、旧紀の国だった。渡来郡に属するが、渡来郡の多治体よりは、松阪市との経済的な結びつきが強く、市外局番は、 松阪市などと同じ0598を使用している。ケーブルテレビも他の渡来郡の自治体と異なり、松坂ケーブルテレビステーションのエリアになっており、中日新聞のローカル版も他の渡来郡と異なり、松坂規制版になっている。大宮町と大内山村から、だよ、規制町から、気を取って、大気と名付けられた。いわゆる合成地名である。なお、 大宮町と木星町自体も合成地名である。平瀬東近タワー、船木地区は大気町役場よりも隣接している大台町役場の方が近い。山地河川島所地区大気町の近地区は、元は、島国阿呂郡の一部であったが、天正10年紀伊新宮城主の堀内自然により、木の国室郡に編入された。町町財政庁議会三重県議会議員選挙の選挙区は、 渡来郡選挙区となっている。衆議院衆議院議員選挙の選挙区は、三重県第四区農業級大内山村では、落農が盛んである。大内山落農農業協同組合が発売する、大内山牛乳は、三重県をはじめとする東海地方では、ブランド牛乳として知られている。漁業三重外湾漁業協同組合が所管する。商業中継局伊勢柏崎駅。 帰省大内山インターチェンジ道の駅を区移籍つつ、機関都市間、バス路線バス高速道路国道県道港湾滝、元急大内山動物園入り口、阿蘇温泉大内山牛乳。ありがとうございます。